金光州は、李氏朝鮮末期の政治家。内閣総理大臣。交互改革によって、朝鮮の近代化を図ったが、新路派のクーデターによって殺害された。同校22年、慶尚道慶州に生まれた。署名は、金広史同治6年に門下に旧大して、新氏となった。高所6年には、朝鮮を治む新氏として訪日している。 高所8年8月、神戸軍乱後の住物裏条約では、朝鮮側の副官として住み、物裏停泊中の日本軍艦混合を訪れ、花房吉室と交渉した。また、この年の10月、新国と朝鮮は、天津において、中朝商民水陸貿易協定を締結したが、新国側は、北洋大臣李工省のか州香里と、 馬立忠氏が署名したのに対し、朝鮮側は、超安し夏と、金光州、魚上中がこれに署名した。この後は、金飲食や魚上中らと共に、新国主導の近代化を支持し、民時政権との連携を強めた。朝鮮の近代化の必要性を痛感し、開国503年7月より、交互改革と称される、内政改革に着手した。 その内容は、過去廃止を含む政治機構の改革、財政、税制面での改革など多岐にわたるものであった。開国504年1月7日、金公衆内閣は、近代的な政治改革の基本考量後半14条を発表した。しかし、同年10月8日に、木日と羊事変が起こった際は、穏便にこの事件の収拾を図ろうとしたため、 反日感情の高まりとともに、民衆からの支持を失った。さらに、3月25日から着手された、木本羊改革により11月15日に、断髪令を出したことは、小中華思想を抱く、保守派やンバんらの反発を招いた。兼用元年1月、反金公衆の立場を取る、新路派やんばンの主導で民衆が放棄、中華を尊んで遺敵を払う。 国母復讐などを掲げたクーデターが発生した。ロシア公使ベーバーに、大員君と日本が王位を奪おうとしている。王位を奪われたらあなたの身はどうなるかわからないと、吹き込まれた構想はロシア公使館に逃げ込み、このクーデターを容認した。朝鮮人のために殺されるのも天命であるとして、避難することを潔しとしなかった、金公衆はミニ衆によって撲殺された。遺体は、 支柱を引き回され、ボロネノのように扱われたという。近光州の死後は、新羅政権が立てられたが、事実上ロシアの傀儡政権であり、日本は安全保障上の危機感を募らせ、日露戦争の原因となった。ありがとうございます。